じゃあ乾杯。乾杯。今日はご当地の夜の街を楽しみましょう。お店でも綺麗でね、うん、田川のご当地ってからどんなお店に連れて来てもらえるのか。あ、次が濃いの、うん、ここはちょっと綺麗めな感じで、でも安い。あのちょっとメニューもあるんですけど、あ、さっきね、視聴者の方もお店の方でいらっしゃいました、はい、でここはあのメニューが本当に良心的ですね。価格もね、安いです。人気の手羽から美味しそうよ。ちょっとめちゃくちゃ匂いがいい。うん、美味しい匂いがする。食べよう。これ手で食べるっちゃろ、めっちゃ美味しそうこれ。じゃあこれなんか、あ、手汚れたらいけんけん、うん、食べよう。あ、うまっ、うん、おいしい、うん、じゃあ赤貝刺しの方になります。めちゃくちゃおいしいよこれ。匂いでね、ねえ、うん、世界の山ちゃんを超えたね。おいしい、うまい、おいしい、スパイシーだから。スパイシーやね、やっぱスパイシーなのがいいね、うん、匂いでね、うん、めっちゃうまい、うん、これは酒が進むね、ええ、うん、って言ってジュース飲んどうけど、だって普段酒飲まない。私、いや、あ、ま、飲まないんだ。今日は特別、うん、今日は酔っ払っていいね、うん、お酒強い、まあまあまあですね、飲んだらもっとよう喋るん。でもシャム君ね、よう喋るもんね、まあ、うん、無口よりいいやんね。いやいや、まあ、食べ過ぎやんけど。来ましたよ、これちょっと食べてみたら、まあ、ほら、福岡の、ね、魚介類は美味しいって有名よ。シルバさん、美味しいものがいっぱいあるやん。そうですよ ね、だから味とかってブランドありますけど、普通のアジでも全然美味しいから。そうそう、安くてうまくて美人が多い、もう言うことないやん、ね、美人がね、私は九州じゃないから。昨日美人に会った。え、なんか旅は道連れみたいなんで、なんか出会いとかないの。いや、そういうわけないけど、でも結構ね、街あるとやっぱ九州どこ行っても美人が多いかなと思って。声かければいいよ。いや、そんなにナンパとかせんの。わかるからあったから。今は今じゃ恥ずかしいな、なんか。いいやね、今やけんいいやね、別にね、今やけん言える、今やけんできるって。まあ恥とかないって、旅は道連れね。でも長崎ってやっぱりさ、街歩いてるとやっぱり綺麗な公園だと。そらそうくさ、長崎もね、ねえ、どれだよね、これね、九州の地鶏は美味しいよ。美味しい、やっぱり違う、やっぱ違うじゃん、やっぱ違うやろ、ええ、当たり前くさ、ええ、そうくさ、美味しい、これ 皮が美味しい。皮ね、私も皮好き、うん、やっぱ皮で決まるよね、うん、あ、やわ、あ、柔らかい、やばいね。なんだからこれ、頼んで自分でメニュー忘れちゃって。これ、美味しいこれ。めっちゃやばい。これはうまい。うん、これお酒のメニューもすごいね、この店。ほら、いろいろあるよ、ほら。お酒のメニューもすごいね。もう食べて飲んで、酔っ払ってしまえ。そうなんだ。あ、すごい。七味は？はい。これ何やったっけ。うわ、美味しそう。ホルモンやん。ホルモンやろこれ。すいません、下げちゃって、うんうん、本場よ、ホルモン本場よ、田川。あ、そう、じゃあホルモンもらった、ね、やっぱ田川って言ったらホルモンって。そうった。すごい。ちょっと食べる、食べよ、うん、こっちほらプリプリ、柔らかい、柔らかいね、これ。なんか分かる、見たら。いただきます。絶対美味しいやつや。あ、やばいねえ、ふにゃふにゃ、めっちゃ美味しい。これは美味しい、柔らかい。これ炭火焼きです。肉めっちゃ綺麗。うまいよ。明太子の丸焼きが来ましたよ。あ、あれ面白いね、これ。なんか面白いね。食べてみて。じゃあいただきます。おいしい。うん、博多といえば明太子だ。うん、
行くみたいなこと言おうかと。美味しそう。これ焼き方がないね、うん、なんか、うん、外と中とのやる中に食べてめっちゃ美味しいよ。これ酒が進むよきっと。美味しい。これご飯にぴったり合うね、うん、この進んでるねご飯が。これ進むよ、うん、でもこんなに上手に焼けんもん、うん、外だけよ、うん、中半生なんよね。うまい。これ何？これレバーやん、うん、レバー苦手。これ何？砂ずり、うん、これ食べれる、うん、食べよう。うまい。うん、砂ずり美味しい。めっちゃ美味しい。ゆりちゃんも絶賛。美味しい。ありがとうございます。お疲れ様です。美味しい。ね、豚足食べよう、はい、食べたことないちゃう、ね、ちょっと食べて。いただきます。こっちの豚足は美味しいっちゃから。美味しいから、はい、うん、これめっちゃ美味しいよ、ね、いい感じやん、うん、わトロトロやん。皮からいこうから。ちょっとこれにつけてた柚子胡椒つけても美味しいね。あ、キュウリでは柚子胡椒かな。うん、トロトロ、うん、うまっ、うん、どう初めての豚足。うん、柔らかいですね、うん、ええ、あとはとろっとした感じがいいですね。なんか食べれるやん。食べやすいですね、うん、でこれが豚足タン、美味しかろうが、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また、ね、ぜひ田川に来たら、皆さんもお越しくださいませ。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあお次は夜の街ですか。夜の濃いスナックに。濃いスナックに。濃いご当地。以前ね、あの板が行ったんですよ。そして今回はご当地板に行った。板に行った。いたいた。夜ちょっと暗くなっちゃいましたね、うん、明かりが。明日も晴れるかな。明日は晴れますかね。晴れのうち曇りとか、うん、曇りの明日は一応あの田川のあの廃墟探索が入ってるんですよ。今日はだからお泊まりなんです、みんなで。あ、車少なくなったね、でもね、うん、やっぱり人少ないね。うん、ただ飲み屋はそれなりに混んどったりするかも。ああ、とりあえずあの銀店街行きますか、あの商店街ね。夜歩くのは初めてですよ。その、うん、商店街の一個向こうが飲み屋街でしょ。うん、そうそうそう。昼間にしかね見てないけど、入っとうか入っとらんかようわからんやん。近藤書店の近藤くん友達よ。あそこね、なんか結構コアな写真集とか置いてあるんですよ、そこ。昔かなったよな。中に入っとってこっちに出たんよ。そう、よう知っとるよ私も。中学の時よう行ってやった。じゃあちょっと行きますか。昔はね、2階に寸胴車あったけどね。そうだよね、うん、なんか、空いとるよ。ほんとや。でもまだまだ綺麗なのにね、うん、やっぱ夜は雰囲気がね、違うね。夜寂しい、うん、なんか、昼と違って難しい名前だ。昔のダンスホールとかまだ残っとる。あ、もう行けんくなったかな。あ、提灯新しくなっとる。前もっと古かったよ。ここはもう通り抜けだけみたいな、そんな感じ、うん、夜は通っとる人もおらんやん。この一番端のジーパン屋がまだあるっていうの。ああ、あるある。あの田川西高校の近くやんね。小学校のとこがあるけど、ここすごいね。でもね、人口差がねびっくりするぐらい人が来とった、うんうん、撮影に行ったけど、どっから人が出てきたかびっくりしたけん。通り抜けもしてません。
昔はいっぱい人だかりやったっちゃから。端から端まで人が歩ける。お店もだって全部ね、やっとったっちゃからね。学生服着てここ普通にタバコ吸いながら歩けよって。ヤンキーやん。そうそう。当たり前のように。全然、それ当たり前と思うよ。かなりのお店がね、入っとったけどね。いや、意外にここ長いっちゃ。ほら、こっからスナックとかあったとよ、昔。ほら、ちいちゃんとか残っとるわ。で、あっちにダンスホールが、ほら、書いてあるやん。銀座ホール。中にね、暗いね。社交ダンスよ。懐かしい銀座ホールね、うん、いかにもそっちやね。このね、奥にあるっちゃん、まだ残っとっちゃけど、ね、そう、これ誰か持ってないの、ライト持ってないですよ。ほら置いてきた。ライトはどんな時も持っとかないけんとよ。トイレ臭い。そう、実はね、トイレがね、ここの横にあって。そうそうそう、昔使いよったこ公衆トイレ。飲み屋こっちでしょう。そうそう、こっちから行けるよ。あ、この山田っていうの同級生の家やった。へー、まだ表札があるの、住んでないの。もうやってないとこも多い。うんうんうん、公衆トイレ暗いな。真っ暗よこれ。繁華街やんね。ここもすごいですね。ここやろ。てかね、これ今繁華街なんですよ。こんなに暗いけど一応飲み屋街です。うん、もうちょっとしたら明かりが見えるね。これから日差しに。でも誰も歩いとらんよ。うん、今日は土曜日。土曜日。土曜日。あ、明かりが見えてきました。うん、もうすぐ着きます。これはご当地の飲み屋街です。街中ほど街じゃない。まあ多分ね、いたの方がもちろん多いね、数はね。シュミク一人やったら食われるよ多分。怖いな、怖いですよ。食われるか連れて行かれるか。またあの編集者が。そう、今日なんかね、男の編集者に追われて、なんか、あの、板の交番に入ったらしい。こそっとつけられるたりして、今も。今つけられたりして、怖い怖いな、なんか。もう警察行ってから大丈夫だと思ってよ。あ、明るくなってきたわ。その店です。塩地。静かやな。ここでございます。ここ行きつけなん。はい、おー、なんか洒落とるよ。そうだね。うん、行こう。うん、なんか明るい感じで。ご当地行きつけとかすごいね。あ、結構おるすな。違う。いつもなんか紳士なのに。ね、本当ですよね。あ、本当ですか。なんか今日いつもと違うわ。いや、もう中学の時のマドンナなんじゃ。マドンナ。すごいね、でも中学の。あ、そこお母さんか。でも親子でね、できるけんいいね。うん、喧嘩しながらも仲がいいけんね。理想やね。
にちょっと風が強いんで。ミキちゃんの毛をもらう。こっちよ、こっち。こっちよ。ありがとうございます。どうも。真っ暗ですよ。ここ飲み屋街でしょ。ここ昔飲み屋街だったな。え、終わり？一軒だけしかやってない。その後は今度行け。え？あと全部もう潰れたの。てかめっちゃ風強いし。風強いね夜。寒い。あ、毛が飛びようよ。毛が飛びよう。もうどんなことで抱きつけます。めっちゃ風が。ここも前行ったり。鳥ちゃん、うん、スナックもうないの？ない。じゃあやっぱ板の方が都会なんだ。はあ、いや寂れすぎやな。本当に本当にないね。ない。え？もうここになかったら本当にないですね、うん。あ、駅です。ご当地駅です。あ、電車回っとるやん。電車回っとる。え、こっち側ももうないの？何にも？そっち昔寿司屋があったけど。だからさ、みんなやっぱ板に行くんじゃないの？結局。板か。やっぱ板だよ。すげえな。うん、すごい。唯一のスナックが同級生の店で。だけどさ、だから一番流行ってんじゃん。うん。けど結構パパは思ったより。お寺なんだこれ。そうよ。昔はね、ミスご当地コンテストとかあったらしいよ。うん、なんか写真見たことあるもん。そうなんだ、うん、そう。昔の旧ご当地駅で西川美音子がデビュー前に。西川美音子ってこの辺にあったもん、あれが元々。赤村じゃん。ね。西川美音子。え、本当にお店がないな。井上陽水と一校の後輩。高校の。地校ね、タレント多いよね。うんうん、ここ一応駅前ですよ、うんうん、てか静かやね、うん、もう街が。私若い頃バイク乗ってた頃はもう夜もう夜中中爆音だらけ。元やんや、うんうん、爆音。悪い男やったよね。元族です。元族ですか。速攻対象した。まあ、あの結構元族はいますからね。暗いもん、もう本当に周りが真っ暗。ちょっと寂しすぎるな。本当やね。これでお店すればいいやん。お店すればいい。うん、じゃあ、みえさんがママになってる。スナック？あそこやっとるよ、ほら。ママでやってた。開いとる。ここでほら、寝酒でも。じゃあ、ここ唯一のバーってことだ。うん、そういうことやね。ジャムライフ。ジャムライフ。行ってみよう。Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase ごめん、飲んじゃったっすね。飲んどる。ごめんない、ごめんない、飲んじゃって。しゅうちゃんおもろいね。美味しいこれ。めちゃくちゃ美味しいよ。いちご。ストロベリーミルク的な。おしゃれ。
不安なのは不安です。不安ですごいね。うん。見えたら見えないな。ご当地どうですか。いやもうなんかだから雰囲気あって面白いな。面白い街でしょ。面白いだから商店街もなんかね。そう。独特の雰囲気があってなんか。地区もいろいろあるけど、結構田川人気ですよ。そうですね。なんかそういう感じです。でもみんなあの気さくでアットホームな。そうです。だから飲み屋さん行ってもそう思ったのよ。スナック入っただけのスナックでもなんか。しおちゃんもね馴染んどったもんね。そうですね結構ね、意外とはもうじゃあ住むのは田川にしますか。結構移住考えてて、移住のなんかセミナーとか行ったり行ってる